はい、どうも皆さんこんにちは。今日は陣内と聖書研究棟をお送りします。今日のタイトルはですね、旅人の歓待というタイトルでございます。ですね、第一サムエル記の25章の13節、ダビデは部下に各自自分の剣を帯びよと命じた。それで皆剣を身に帯びた。ダビデも剣を帯びた。400名ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまったという、そういう箇所でございます。で、このここね、面白くて、まあこれもダビデの逃亡中のね、出来事なんでございますけれども、あるですね、富豪ね、金持ちのナバルという、人が出てくるんですね。で、その人はたくさんの羊を飼っていて、で、その財産である羊をですね、ダビデはですね、その外敵から守ってあげたんですよ。それは善意で守ってあげたんです。だけど、その時に、ダビデはそのナバルにですね、使者をよこしてですね、我々旅してると。で、あなたには羊がいて、その羊飼いたちがね、危害に遭わなかったと思う。それは私たちがですね、私たちがその防衛をね、施したからなんだって言って、で、ついてはちょっとですね、この旅をして今逃亡中の身なので、どうかですね、そのちょっと食料とね、宿、与えてくれないかというふうに、施しをですね、お願いしたわけですよ。頭を下げて。で、それに対してナバルはですね、拒んだんですよ。はい、10節、ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ、この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。まあこれね、お前なんか指名手配らしいじゃんみたいなことを言ってるんですよ。で、私のパンと水、それに羊の毛を刈り取る者たちのためにほふった肉を取って、どこから来たもかもわからない者どもにくれてやらなければならないのかということで、完全にですね、拒んだんですね、無言もなく。で、これに対するダビデたちの応答がすごくて、剣による復讐だったんですね。はいはいはい。でね、これね、実はですね、ここから面白くまた展開していくのは、アビガイルという、ナバルの妻がこう賢い人間だったので、そのアビガイルは今度なんていうの、その間を取り持つんですよね。そして、アビガイルはその後ダビデの妻となるんですよ。まあそういうですね、その展開を迎えるんですけれども、この時にそのダビデたちがですね、剣を取ったっていうのがすごいなと思うんですね。もう本当にあのそれ、旅人をねもてなすということを断ったぐらいで殺されるんかいと皆さん思うかもしれないんだけれども、あのね、これね、実はその要はそのしたことに対するペナルティ重すぎないかってことですよね。で、そう思うかもしれませんけれど、これね、ちょっと僕違う視点で見えてきたことがあって、それが去年、これ僕去年の6月のデボーションなんですけれども、去年ね、そのキリスト教徒同性愛という本を読んだんですね。これめちゃくちゃ面白かったんですよ、この本ね。で、その本の中で、まあね、キリスト教の視点からその同性愛のことをですね、語る人は擁護派も否定派もいるんですけども、擁護派も否定派もどちらとも否定している事実があるんです。それは何かというと、ソドムやゴモラというね、町が滅ぼされた理由は、その同性愛行為によってだったという長く信じられてきた定説は今はもはや有効ではないということは、否定派であろうが擁護派であろうが、合意形成ができてるんですよ。それはその聖書のその当時の文脈であったりとか、あとエゼキエル書のですね、並行記事とかですね、それを読むとですね、あれって実はソドムとゴモラが滅ぼされた理由って性的盗作じゃないんですよ。そうじゃなくて、旅人を歓待しなかったこと、旅人をもてなさなかったこと、逆に旅人から略奪しようとしたこと、これが、実はそのソドムとゴモラの罪であって、で、長く歴史で、そのソドムとゴモラというののね、罪っていうのは性的盗作だ、つまりその同性愛とか、そういったことだったんだっていうのは、実はその英語圏の文化でですね、ソドミーという言葉があるんですよ。で、ソドミーという言葉は、いわゆるその異常な性行為、いわゆるまあ
そこに同性愛行為を入れる人もいるし、なんだろうな、その多数で乱行をするとかですね、縦貫とかですね、そういったもうあらゆる盗作した性行為のことを総称してソドミーというんですよ。で、それってまあソドムとゴモラのソドムから来てるじゃないですか。で、そのイメージがめちゃくちゃバチンと、その、なんていうか、キリスト教文化の中に入ってるから、そういうふうに解釈されてきたんだけど、今の聖書学者でその説を支持する人ほとんどいないんですよ。そうじゃなくて、ソドムと、ゴモラの罪というのは、まさにその旅人をもてなさなかった罪だっていうのが実証的に論じられていて、このキリスト教と同性愛という本でもそこが詳しく書かれててめちゃくちゃ面白かったんですよ。で、そこの論旨は何かというと、で、ここではまあ同性愛の議論にはあんまり立ち入りませんけれども、そこの論旨って何かっていうと、すごくですね、現代の感覚からすると理解しがたいんだけれども、当時のですね、旅人ってですね、その砂漠じゃないですか。で、だからその当時旅人というのは生殺与奪の 権限をですね、見知らぬ人の、その一晩の宿泊とね、そして一宿一飯、そのまさにその B&B ですよ、ブレックファースト&ベッドですよ。その他の人が屋根を与えてくれるか、ベッドを与えてくれるか、そして朝食を施してくれるかという、その施しに生殺与奪がですね左右されていたという文脈を考えないと理解できないんです。つまり当時ね、当時そのいわゆるそのユダヤの砂漠の文脈においてですよ、そのソドム・ゴモラの時もそうだし、このダビデの時もそうだったでしょう、そういう文脈において、旅人に今晩一晩泊めてくださいと言われたことを断るということは死ねと言ってるのと同じなんですね。いろんなまあサソリとかヘビとかもいるでしょう、ね、恐ろしい野生動物いるでしょう。そして砂漠というのは夜の気温がマイナス何度とかにも なり得ますしですね、だから今日旅人止めれねえわっていうのは死んでっていうのと同じなんです。全く同じ行為なんです。つまり殺人とも似た行為だったんですね。で、だから古代社会では最も倫理的に戻る行為というのが旅人が求めた施しを断るという行為が最大の倫理的に最悪な行為だったんですよ。で、ソドムっていうのはそれゆえに滅ぼされたんだというのが旧約学者たちの今はコンセンサスになっているんです。で、そう考えるとですよ、このナバルの行為っていうのがダビデと神の怒りを買ったことっていうのは容易に理解できるんですよ。で、この文脈を考えないとね、ちょっと旅人をね、ちょっと今日止めれねえわって言ったぐらいでなんで死ななきゃいけねえのよと今の現代だったら思うわけです。だってビジネスホテルでも泊まればいいじゃん、コンビニもあるじゃん、なんだけども、全然文脈が違うから、そこで断るっていうのはその人に死ねって言ってるようなものなんで、殺人罪にも等しいぐらいの倫理的なタブーなんですよ。それを犯したからナバルは、まあそのダビデたちはナバルに対して剣を帯びたわけです。そして神もナバルに対して怒ったわけですよ。で、そう考えると、まあ、旅人をもてなすことっていうのがどれほど大切なことか。で、まあ、アブラハムがそれと知らずにですね、天使をもてなしたというくだりがあるじゃないですか。それが書かれている、聖書にあえて書かれていることの重要さっていうのが、そういうところからも見えてくるんですね。で、現代社会ではその重要性は相対的に薄まっているかもしれません。まあ、さっき言ったようにビジネスホテルもありますわ。ね、コンビニもありますわ。死にませんわ。ね、断ったぐらいで。で、逆にですね、もうちょっと1ヶ月ぐらい前に行っていただけると助かるみたいなこともありますんで、現代社会では。それはもう常識としてそうだと思うんですよ。だけどそれでも2つのことを考えなきゃいけないと思うんですね。1つ目は、それでも現代社会はその相対的に薄まっているとはいえ、旅人を歓待する、ね、歓迎してもてなす、そういう美徳というのは大切だということです。そして、歓待がなきことの罪の大きさというのをキリスト者であるほど知らなければならないわけですね。訪問者を無下に、門前払いするということがいかにキリスト教的ではない行為か、ね、キリスト教倫理に基づく行為であるかということはやっぱり我々覚えなきゃいけない。で、もう一つは、文脈は違うにしてもですね、その旅人をもてなすのは大事だということであれば、実はその古代社会において旅人の歓待を意味したことというのは、現代社会においては一体何に相当するのかということを考える必要があります。これ多分イコールではないんですよ、もはや。ね。砂漠でもなければですね、ね。
夜に襲ってくる野獣もいないわけですから、だけどじゃあ現代社会にそのね一宿一飯の施しのなさが、まあ、人を死に追いやることはないわけですよ。でも現代ではですね、例えばじゃあ何があるかなと考えた時に、例えば現代の社会って他の人からの承認がなく人間関係で大切に扱われず認められないようなことによって死ぬ人っていうのはいるわけですね。だとすると承認の付与、アファメーションの付与とかっていうことはもしかしたら現代における旅人の艦隊と言えるかもしれません。また あるいはですね温かい情報を発信すること、これもまた誰かを救う言葉となるかもしれません。逆に言えばですよ、なんかクソリプを飛ばしたりとかですね、誹謗中傷のコメント書き込んだりとかっていうのは、もしかしたら古代で言うと旅人を拒否したほどに、大変な倫理に戻る行為だっていうことも考えられますね。だってそれによって死ぬ人いますからね。で、まあ、古代における旅人の艦隊というのは現代においては何なのか。まあ、これはいろんなね解釈成り立つと思いますよ。寄付なのかもしれないし、なんだろうな、本当にホームレスにね炊き出しなさってる方もいる、そういったこともすごい大切でしょう。であらゆる可能性があるんだけれども、その古代においてなぜ旅人の艦隊がそれほどまでに倫理的に重要だったのか、それはそれをするかどうかによって人の命が関わっていたから。生殺与奪の権限を神から付与されて、それを、ね、生かすという方向に使わないということが、まあ、どれほど大きな罪なのかということを考えたときに、我々が生活している上で現代社会ではそれは一泊を、ね提供するということになることはあんまりないんだけれども、でもですね、他にもいろんな形でですね、我々人を殺しもするし生かしもします。そして殺す方に舵を切るならば、やっぱりですね、このナバルという男と同じような愚かな行動をしたということになってしまいますので、我々ですね、本当に旅人を歓迎する、そしてもてなす、そういった精神を現代に蘇らせるということが一体何なのか考えていくっていうのがすごく大切なことになるかと思います。ということで今日は旅人の艦隊ということで、お送りさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。